浜ですね。はい、今日はここから UTMF 富士のツアーバスに乗って富士急ハイランドの受付会場の方に向かいたいと思います。はい、では行ってきます。やっと先が見えてきました。今もう1時間半ぐらい並びました、ね、もう多分あと30分前ぐらいですね。そうですね疲れちゃいました今やっと受付進み始めて ID と身分証チェックしたとこです。これから必需品チェックかな。3箇所か、交換しようか。中入ればどんどん進んでるんですけどね。よいしょ。はい、荷物チェックが終了ですね。片付けようか。それだから、そたち、そんな失礼な。いや、もう疲れちゃいましたよ。疲れちゃいましたよ、ここで。完全にやられますよね。何時間？え？1時間半、あ、2時間ぐらいですね。2時間かかりましたよ。みんなブーブー言ってる。ね、みんなブーブー言ってる。しょうがない。もうここで足削られましたもん、ね、あ、やっぱ みんな同じじゃない、それはね。一回家帰るんで、この後で、また明日の朝来ます。あ、そういうこと。あ、でも確かにね、それが近いのか。明日彼女をサポートに使うんでやめねえ緻密なタイムテーブル作ってその通りに走れんのかいいよ、さっき突っ込んでガーンって行ってよ、ガーンと最初テレビに映んなら最初行かないと。勝負山中湖からなんですよ終わってから言ってくれよ。はい、取れ高、取れ高 OK です。さあ、取ったの。取ってどっかであれやってますよね、開会式っていうか。あ、中か、あれですね、プレスカンファレンスは優雅なもんですね受付の殺伐感はなんかどこのどこ吹く風やら。ああ、どうも頑張りましょう。頑張りましょう、頑張りましょう。サンタカ兄さん、あれ北村さん最近僕の動画向けみたいな復習していや、もうあれ見なくていいですよね去年熱中症になっている人たちは見ました見ました。そうそう、なんかまたあれの再来になりそうで、ちょっと恐怖を感じてますよ大マウスピースの効果がお待ちです。マウスピース、ね、ちゃんと持ってきましたよ。持ってきた持ってきました。止まるんだ、止まり止まりで帰るんですか。一回帰る。あ、やっぱそういう人多いですね。近いから、ね、そうそう。さて、富士山リゾートホテルに着きました。2055室ですね。おう、はあ、結構ゆっくり休めそうなお部屋でよかった。ツインルームをシングルユースさせていただきますと。はあ、いや疲れた。はい、ということで今6時24分ですね本当の予定だと4時45分にバスが出て、5時過ぎには多分ここに着いてるはずなんで、まあやっぱ1時間半弱ぐらいですね。ちょっと気分的には押してますけど、はい、これから萩さんとシーコさんと、はい、飯食いに行ってきます。間違っても麻婆豆腐は食べないように、はい、気をつけて行ってきますなんだよこの茶番。今年のディナーはこちらです麻婆じゃないですよ辛くなさそうだね。まあ明太子は大丈夫です、はい、間違いなく大丈夫、はい、ソウルフードなんでいただきます。なんかスーパーより安いよねこれはなぜかホテルの売店コーナーに群がる人みたいな。そう、これは取れ高いいじゃん。何時までやってんだろう。これフロント朝掘れないか。夜11時、朝6時から。あ、はいはい。やばい、チョコパイがすげえうまそう。え、良心的ですね。良心的。あ、アイスあんじゃん、買っちゃったよ。いや、見なかったらうちらが悪い。しかも同じあるものが。風呂上がり食べたくなる。何しに来たんだ、この人。さて、部屋帰ってきました。
うどん食べて買ってきたもの。今日のビールね。これは明日朝ごはんの後2時半のスタートまで、まあね、食べるもんないんで、この辺のパンとか、あとはこの辺はあれかな、明日暑そうだから、ちょっともしね、後半呼吸取れなくなってきた時用に、まあ、一応ゼリータイプの飲料も、これなんかカフェインも入ってる、100キロカロリーぐらいですね。これ今日のデザート。今日は一応ね、また風呂上がりに飲みたくなった時用にノンアル、明日の朝のコーヒーと、あとはまあ明日暑そうなんで、この宿出るまでに飲み切るのを目標にしたい2本ですけど、 2.5 リッターか、いやどんだけ飲むんだよっていう感じですけど、はい、そんな感じです。はい、今のところ体調は良好です。腰はちょっと痛いですけど、はい、明太子うどん、明太子釜玉うどん、まあ大丈夫でしょう。胃薬飲もう、胃薬。おはようございます。今朝飯を食ってきたところです。今日は4月の21日の金曜日ですね、UTMF 富士のレース当日になりました。はい、今4型朝飯食って、で宿の風呂をちょっと浴びて体温めて、それでやっとちょっと具合の悪い腰がちょっと動き始めた感じがします。なんかですね、ここ最近ちょっと練習量を落とした影響なのか何なのか、多分骨盤周りのなんかバランスが変わっちゃったのか、そう、筋肉が緩んだせいですかね。それでちょっとなんか痛いんですよね。はい、まあ、ただ多分動かし始めたらマシになるんじゃないかなと期待して、はい、今日は走り出したいと思いますが、ちょっと心配です。はい、で、はい、今日は100マイルレースなんで高級コンタクトレンズですね。はい、アキブのオアシスで行きたいと思います。そんな情報誰もいらないかもしれませんが、はい、全然ね、目の乾き具合が違うんで、はい、これで行きたいと思います。で、今日着用装備は気温がやっぱかなり高そうなんですよね。多分スタート時点の2時半でもう20何度とかだと思うんで、一番考えうる軽量な装備ですね。インナーファクトさんのシームレスインナーパンツと、あと、アンサー4のタイツですね。で、ブリッジデールのソックスに、で、アンサー4の、T シャツ。で、一応ね、風がね、冷たい時とか、まあ、お腹の冷えだけはちょっとガードしたいんで、モンベルの腹巻きを、つけてきます。まあ、ちょっと暑そうなんで、最初はもしかしたら、もうね、腰の下の方に下ろしちゃってるかもしれないですけど、はい。で、この上に、GoPro のチェストマウントですね。で、さらに寒かったり、なんかあったら途中でアンサー4のウィンドシェルを羽織ったりっていう感じですね。はい。これで今日は行きたいと思います。で、ゼッケンは今回29番ですね。はい。前回の UTMF2022 の総合順位が29位だったんで、29番。ってことでよかったかな？多分そうだったと思うんですけど、はい。走り終わったら、焼肉に行けと。まあなんかあれですね、ちょっと何かを感じる番号ではありますよね。はい。いやー、暑っ。体感で25度くらいありそう。よいしょ。サポートとサポートメンバーの皆さんと合流しました。こんなやつラッシュ、これラッシュ、これは入れてくる。あ、その辺はちょっとこれから整理します。はいはい、
松本くんはどれくらいで走るの？僕一応26なんですよ。26で引いてるの？ちょっと、はい、どっちに触れるか分かんないですね。まあ暑いから、もしかしたらプラス1ぐらいで見た方がいい。寒いよりかはマシなんですけど、でも、あ、そっかそっか。でも、夏のレースは結構やられてるまあどっちもダメと暑くても寒くても、ね、眠気っすね。なんか顔色良くないっすよ、ちょっと。本当ですか？日焼け止めかな。いや違うよね、塗ってないよね、塗ってないよね。なんか顔色がいいわかんない、いつも夜合ってるからかもしれない。無理ないよね。カフェインとか準備してあるんですか？普段日に当たった感がないからね、日焼けで疲れるかもしれない。確かに。今ドロップ預けて、で手荷物預けですね。一番こっちだった。ここかな。よいしょ。これね。よし、荷物預けも終了です。スタートまで1時間20分ぐらいですね。サポーターですか？あれ、ご主人は？あ、その辺に、あ、もとくん、父さん。あ、そうなんですね。6個、あ、ほんとだ、いた、うん、そうなんです。ナイス。ダイナーウェーブですか？ 2個目、2個目か、うん、あ、書いてあるのか。書いてありますね、一緒。あ、ほんとだ、一緒だ。どの、うん、え、今撮ってますずっと撮ってます。遠慮なく投稿させていただきます。結構楽しく見てるね。あ、そう、まあ頑張りましょう。ぼちぼちと。どれくらいで走るんですか？わかりますね。わかんない、24時間以内で帰ってきたいですけど。あ、じゃあそれにプラス10だな。暑いから無理かもしれない。ガオさん暑いのダメだっけ？無理っす。水がいくらあっても足りなく水飲むの、うん、水さえあればいくらでも走れるんですけど、水がないと。でも、すぐ夕方になったら。いやー、でも、麓までも長いし、その先も、平らか先とかも多分また地獄なんで。明日がさ、寒いんだよね。あ、そうなんですか。うん、寒いまではいかない。明日結構気温下がってる。あ、そうですか。うん、あ、じゃあまあ気持ち。一番は足つく。ガオさんは関係ないかもしれないけど、明日の夜が寒い。あ、そうなんだ。ガオさんもうベッドで、ね、それまでにはなんとかゴールしたい。あ、まあ、やっぱ、はい、頑張ってください。頑張りましょう。11番の子。11番の子。今年は何番ですか？今年は7番。現実味がありそうな数字をこう。じゃあ岩谷さん、慎吾さん見つけたらやっぱり前行かない。前行かないよ。前行かないと。え、前行かない。おとなしく、おとなしく。昨日も散々言ったけど、今年は暴走しない。散々言ってながらこの前、東海組にクレームをもらったから、ね。結局暴走してた。上位で、上位できてね。ぼちぼち走ります。また痩せたんじゃん。マジですか？やばい、もう脱水かもしれない。ちょっとこの暑さちょっとやばい。やばい、自分はもう水がないと走れないんで、ちょっと無理かも。それはやばいよ、頑張って。いや、暑さ、今回暑さ、去年のあれはほっかむりないじゃない。ほっかむりが、ほっかむりないじゃないですか。いやー、今年ほっかむり必要だよ、これね。え、今いるでしょ。そう、自分もか、ありますから、ね、ちゃんとね、これね、こうやって大事。着地も、でも明日はカンカン照りじゃないと。うん、さっきの上はね、多分涼しいと。でも雨さえじゃ消えてくれたから、もうそれでも良かった。なんか予報良くなったんですよね。まあよろしくお願いします。あそこでね、雨降ったら本当最悪だから、ずっとあそこにいなきゃいけない。まあ、会えるのを楽しみに頑張らせて。頑張って、みんな。本当にあそこで元気だったらいいんですけどね。笑顔で、新100のメンバーみんな笑顔で頑張ってる。頑張ります。あ、いや、どうこれ。ひんやり。暑いだね。暑いですね。なんかでも。よりも暑いですか？いや、絶対暑い。暑いですか？
優勝候補。いやいやいや。え？違うか。この色ですね。そう、なんかめちゃくちゃ目立って。めちゃくちゃ目立つな。多分シューズ買わせたんだろうな。ああ、そういうことか。でもやっぱ鬼塚さんも黒ゼッケンなんですね。いや、トップ10までは黒ゼッケン。あ、トップ10まで黒ゼッケン。ああ、あとなんかでもね、川崎さんとかエリートの方もね。ポイント高いか。11番なんで、自分でちょっと黒く塗ってきました。それいいんですか？絶景格好 NG みたいな。いや、鬼塚さんと一瞬でも一緒に走れたらいいんですけど、まあなかなか一番最初だったらいけるよ。最初最初だけだったダッシュしてやっぱ飛びますから。一瞬だけ。もう調子はぼちぼちで、まあぼちぼちですね。ただ暑いのがちょっと苦手なんで、まあ水不足と戦いながら走る感じだと思います。前半結構ね、相手空いてるけどね。2リッター持ってるんですけど、多分これでも足りないかもしれない。2持ってます。そうね、ふもとまでがね、結構長いですからね。長いな。何時ぐらいですよ。あ、1時間ぐらい前ですかね。はい、そんな経ってないよ、まだ。俺まだ30分前だよ。自分ちょうど1時間前ぐらい。めっちゃなんか遠回りして着いたんで。なんか移動ありそうですか。なんか前、あ、移動決まりました。あ、もうドイツに予定通り行きます。え、ドイツ。はい、ドイツに。あ、逆行。矢田さん、これそんなどこまでか、ここでいいじゃん。ここでいいよ。いい感じ。よし。眩しい。眩しい。見てる。お、いい iPhone だ。タメさんの。タメさんの。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。びちゃびちゃしてる。明日の今頃には顔面蒼白かもしれないけど頑張ろう。脱水で暑すぎて、もう何言えるか。まあちょっと脱水にだけ注意だな。昼間かぶり水。そうですね、全身ズブズレにしていかないと無理かもしれない。なんかちょっと同じ状態になる。うん、夜な夜なかぶり水って映像の作品すごい目で見られる。夜もね、絶対暑いよ。今日こもってますよね、絶対ね。水入れてん。よし。今度は一桁でね。そうですね。でももう来年一桁になっても切れないからあんまり。いやいや、日本の集大成をさ。そうですね。あとでこれ。あこちゃん、あこちゃん。スタート会場来ましたよ。今1時50分ですね。遅いっすよ。遅いっすよ。ずっとこんな感じですよ。あれ、久しぶりですか？去年も出てました。去年ね、だからもう剥離骨折してて。あ、そんなでしたっけ。スタートして一歩目でもうダメだ。まあ今年は万全で、なんとかゴールまで涼しいけど頑張りましょう。いいな、黒ゼッケン。あ、いいです。1個いただけますか。あ、どことか。はい、どこか。富士のお茶。はい、ありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございます。うん、はい、すごいいい感じです。はい、頑張りましょう。ありがとうございます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 。頑張りましょう。頑張ってください。やりたいな。何ですか？11番。おお。どれくらいで今回は？はい。どれくらいで走るんですか？いや、24ぐらい。いや、早いじゃないですか。でもそれくらいで行きたいなと思ってますけど、暑いんでちょっと自分は暑いのダメなんですよ、結構。うん、だから良くてそれくらいだと思う。調子上がりました、体調不良は。まあ前の感じはなくなったんですけど、ただ昨日の受付とバスで腰やられました。
することはできない。休憩です。久しぶりです。久しぶりです。営業日以来、昨日もありましたけど。ありがとうございます。でも24時間ぐらいだよ、もうちょっと早いです。24が目標です。暑さはどうなんですか、ね、僕多分得意な方なんですけど、ただね、得意って言っても暑いとタイム出ないから、まあまあまあ、絶対 ね, ね、それで暑くなってみんな詰めてくれたらいいんですけど、確かに逆に例年だとだって24時間切ったらトップ10絡むぐらいですよ、ね、でもみんななんかめちゃめちゃ目標高いでしょ。聞いてると大体みんな潰れちゃうだから、まあ僕はもう淡々と行きます。少しあまり練習してないとか言いながら、ね、本当にできる。月間で100キロちょいぐらいしか走ってない。それもやばいですね。でも今本当に練習だ。いやでも頑張りましょう。あれちなみに秋はあれですか、またレイクビアとか。あ、出ますよ、レイクビア。はい、じゃあまたそこでもお会いできる、はい、今年は復活しました。また今日も暑そうなんで、ちょっと個人的に心配してます。大丈夫、体と戻りました。あ、まあ、ぼちぼちとなんか今日走ってどうなるか分かんない。すいません。顔パスで入ってきたんですか。駐車料金払います。駐車料金払います。ちゃんとサポーターのスキームで。今回はエチオピアトレイン乗れないかな。あっち行ってます。走ってる。お願いします。頑張ります。楽しみが。楽しみがございますけれども。どうか日頃の練習の成果を楽しんでさせていただいて、そして無事に、嬉しいですね、そしてこのユタさんのバスの感じを体の全体で感じていただいて、全員がゴールすることを心から期待します。ローテ君頑張って。続きまして富士宮市副市長松田英二様、よろしくお願いいたします。スタートまであと15分ちょいぐらい。そんな出ないから。有名人、有名人。青の、アディダスのアイフォン、スマホが届いておりますので、よろしくお願いいたします。違う。ブラボー、スルーオーフォン。シャーパーサンゲイFrom Nepal! 読み方が違う。Yuna Kawasaki from Japan! どこにいるのか分かる。あの人じゃない。ナルミノカイ from Japan! Please give them a big round of applause from the elite athletes! 以上になります。自分を超えていけ。もう皆さんは勝ち負けではなく、そのスタート地点に立っているだけで昨日の自分を超えています。ですので、昨年の記録、もしくは一昨年の記録、以前の記録、自分で超えてください。そして、孤独の長い旅が始まります。去年より近い。誰が誰とトレーニーになるのか、周りの最初は行った方がいいよ。ライバルかもしれません。最初は前行ってます。敵かもしれません。いや、しかし孤独になった時、もう一度周りを見直してください。その時一緒に走って止めるセカンド。9 8 7 6 5 4 3 2 1
お、頑張ってください。100万円ずつですよ。え、これミドルレースぐらい。おお、あ、急にペースダウン。めっちゃ速かったっす。速い、速すぎ。頑張ってよ。お、志村さんだ。えい、頑張れ頑張れ。お、川下すごい主力だ。えい、頑張れ。あ、早かった。600m 2分40。よし。女性トップですね。今 2.2 キロで10分ちょいぐらい。今のペース4分35。今4分35秒ペースで心拍143、フーチャン選手にまくられました。12分ぐらいですね。後半追いつけないかな。どれくらいで走るんだろうね。今日シューズはノースペースのサミットベクティブプロですね。この人たちやっぱロードの下り区間とかめちゃくちゃ走りやすくて、クッションがね、なんだろう、もう他のシューズに負けないぐらいふわふわしてるんで、ちょっとねダメージを感じづらいから、つい下りのペースが上がっちゃうんで、うん、今4分20出てますけど、これ多分ペースだけで言うと結構上手すぎですね。心拍数は141ですけど、本当は下りなんでもう5ぐらい低くてもいいかな。ただ多分暑さのせいで5ぐらいかな、5、6ぐらいなんか高い感じがします。今141ですね。
やばい人来た。どうもお久しぶりです。今から選手ちょっと今からちょっと離れて今女子3番ですよ。いやーただ暑いのがあんま好きじゃないんでどうなることやらですけど。いやなんか最初だけ先頭集団取ろうと思って突っ込んであとは落ちてきました。いやこの感じで行くんですかずっと。あそうですね、とりあえず流れに乗って。いや期待してます。いやあ MF 初めてですか。おお、じゃあもう無双してください。いやマジで本当レイクビアの時はなんとか逃げられたけどちょっともう何があってもおかしくないから。はい、頑張ってください。マイペースに行きます。まあ、多分また会えるかな、多分会いましょう。304番向井選手よいしょ。膝が痛い。あ、マジか、痛めてるとこ。大丈夫って言って、まあ、まあこの区間が一番走りっぱなしだからまあまあ無理しない範囲で。かかわるくんはどれくらいであれタイムテーブル聞いた感じなんですか。22時間半かのテーブルに乗っかってるだけだ。人のテーブル。いやいや、まあでも入賞ラインじゃないですか、そこ行ければ。足が持ってた。まあまあ、自分は暑いからちょっと落とし目に行きますので。めっちゃ速い人がいるんだよ。頑張れ。こんにちは。どうも。ユータレイン以来。そうですね。はい。今日は何時間でかゴールするんですか。いやいや。暑いんでよくて24ぐらいかなとか勝手に思ってます。24っていうめっちゃあるところが。去年22時間半ぐらいだったんで。はい。まあまあ、ぼちぼち走りますよ。ガンガン行っちゃってください。いやいやいや、はい、行ってください。はい、マイペースに行きますんで。こういう時のためのマッチですよ。福井さん、目標はどれくらいですか。ね、本当に今回ノープランで。はいはいはい。とりあえず感想を。またまた。タイムスケジュールも合ってないように思うんで。はいはいはい。まあ、思想とかもされたんですか。全く初ですか。いや、2回目ですか。なるほど。前はね、100キロぐらいでやめちゃったんで。同じコースですか。同じかな。あ、なるほど。大雪の日に。あー、2019ですね。はいはい、途中で中止になっちゃったから。そう。なるほど。まあでも、まずはじゃあ完走ですね。そうね。って言いながら、もうとてもじゃないけど、そういう表情には見えない。ギラギラしてそうだな。なるほどね。いやあの、ちなみに今年もレイクビア出られますか。いや、ね、今まだね検討中って感じですか。自分は、はい、エントリーしました。おお、はい、晴れの鈴鹿山脈も走ってみたいなと思って。 はい、あの日しか行ったことないんで。あ、すごくいいよ。そうですよね。連絡もらえればね。あ、思想とか案内しますよ。ありがとうございます。じゃあまたお会いできたら嬉しいです。はい、どうもです。218番、右3ですね。プロゼッケンだ。あ、来た。早いと思いますよ。渡辺さん、今心拍数いくつぐらいですか。120、うん、低いな。ちょ、140ぐらいありますもん。暑いせいかな。まあ、あとは多少興奮してるのか。岩田さん、多分調子いいですよ、今日だから。え調子いいと思うんで、ガンガン行っちゃってください。いや、冗談です。あと20じゃん、ずっと飛ばさないで走ってるなと思って。え、だれ、福井さんですか。そうですね、そう、福井さんだろう。ペースが、うん、話しそうなペースがしてる。そうですね、安定感がありますし、まあ、今回はタイムチャートはあんまり合ってないようなもんじゃ分かってますけど。はい。いや、どうしてなんであんまり壊してんだろう。もう4人か5人行きましたね。はい。
しかも結構力んで走ってるなと思って。トップの選手はもう4分半切るペースでダーンといっちゃいました。すごいなと。3試合で取りに行った。取りに行きましたよ。南波さんの横ぐらいにはいましたけど、はい。まあでもすぐ心拍数が160ぐらいまで上がってたんでスローダウンしました。あ、やばいやばい。渡辺君速攻取りに行った。マジですか。本当に来たかったんだ。まあ自分はちょっと脱水気味っぽいんで、もうちょっとゆっくり行くんで。いいんですよ、行っちゃって。どれくらいでも。あ、マジっすか。じゃあ近しい場所がたまに出てくるかもしれないですけど、はい、また暇な時にぜひご覧ください。今週あたりは去年の日記ですね。ありがとうございます。もうあのこの2日間で50回ぐらい言われました。嬉しいです。頑張ってください。はい、ガンガン行っちゃってください。さっきも言ってたよ、ラブセンで、ただ走るだけの動画を削るんだよ。ああ、ガチオがいないから、その分ちょっといつもより注目を浴びてる感がありますね。ガチオがいると全部ガチオに持っていかれますからね。さあ、林道抜けて、どっかの分岐、7キロ地点ちょいですね。34分24秒で、平均ペース4分50ですね。平均心拍数144。結構高いな、まだ。まあでも序盤でこれくらいだったら、いい感じかな。最終的に多分140から135の間ぐらいに収まれば、平均が。今までそれ以外になったことあんまないんで、多分それ以上もいいかもないだろうっていう。後半そうですね、ちょっと下がってきちゃうんで、あ、序盤が若干高いのは OK と。今キロ5分ちょいぐらいですね。よし、多分今50番手くらいかな。みんな早いよ。やっぱ麦茶と梅干し純と羊羹の組み合わせが最高なんですよ。ザ・和テイストで、和テイストで日本人の鏡みたいな呼吸ですよ。谷さんは日本茶がいいって言ったから。違ったかな。そうですよね、違ったかな。よいしょ。遅いんじゃないの。遅いんじゃない。って言っても十分早いけどね、やっぱり。若手に見せた方がいいんだよ。走りを走りを持ってもらう。ちなみに富士宮までどれくらいで行く予定なんですか。富士宮って一番最初ですよね。そう、2時間15分2時間 15? 多分早いよ。全然早いと思う、多分多分2時間ぐらい、うん、2時間切るぐらいのペースだと。まあまあ、はい、行った方がいい。うん、欲しいから。そうそう、前にね、つくだく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 。あとでまた、まあ、会えたら会いましょう。今 10.7 キロですね。岩田トレインから切り離されました。若干上りが入って、その区間でやっぱ皆さん出力上がってますね。マイペースに行こうと思います。今キロ5分ぐらいですね。今スタートから1時間ぐらいですね。 11.78 キロのちょうどこの区間の半分ぐらいですね。平均心拍145の平均ペース5分6秒です。はい、お疲れ様です。どうしたの、顔ほどくの。いやいや、マイペースに走っただけです。頑張ってください。オンペース。はい、オンペースです。本当ですか。はい。200ぐらいですね。まあ、こんなに違うと。いや、100番手ぐらいだと思いますよ。はい。このまま行くと、富士宮前2時間で着いちゃうんですよ。ああ、2時間7分の時間に来たんですけど。はい。びっくりしちゃった。
トイレだった場所ですね。 14.5 キロ、1時間14分ぐらいですね。それさん走るよ。今日はタイムチャートはどれくらいの25時間。あ、でも、うん、でもほぼじゃあオンペースの感じですね、うん、女性のトップとか4分20ぐらいで駆け下りていきましたけど。ミドルレースみたいな。15キロ地点から送電線下のトレーニングですね。1時間16分。今のところ呼吸はドリンクが700-800ミリと羊羹4本、メモシジムが1パックですね。渋滞ポイント。そうですね、誰かに会うたびに撮ってます。あの最初だけ一番前の方に行ったんで、はい、マンバさんとかあの辺を収めて、はい、そうですね、ちょっとずつちょっとずつ落としてって、もうただの野次馬みたいなもんですから。トレランファンなんで。はい、いやいやいや。ちゃんと頑張って走ってるじゃないですか。そんなね、乾燥するだけだったらね、歩いたって話ですからね。いや、よいしょ。そのザックはどこのやつですか？サロモンですか、それ？あ、サロモンか。ロゴが見えないから。これですか？あ、これ違います。あの、アンサー4です。はい。あ、シューズはですね、ベクティブプロですね。あの、高級シューズです。3万ぐらいしました。めっちゃ新しいですか？あ、そうですね。今年のやつですね。はい。まあ、あの、C100 の練習で、タブラギさんが履いてて、これいいよって、めちゃくちゃいいよって言ってきたんで、ちょっと買っちゃいました。で、なんか、結局、あの、いつも周りで一緒にして練習してるメンバーみんな買ってましたけど、こうやって引っ張られて買ったんですけど。そうっすね。まあ、好き嫌いはもちろんあると思いますけど、なんかもう、結構、かなりソール柔らかくて、他のクッションよりも下手したらふかふかしてる感じですね。ベクティブプロに関しては。これのカーボン？はい、一応プレート入ってますね。まあ、なんで疲れてきた時にちょっと助力が得られたらいいなみたいな。体を前に進めてくれたらいいなと思ってはいますけど、あ、でもちょっと100キロ以上走ったことないんでどうなるか。まあ、あとはあれですね、素材が結構なんかパキパキしてるんで水含まないんですよ、あんまり。あ、なるほど。はい、だから雨の時とかもなんかあんま重くなりづらくて、その辺もいいかなと。はい、まあちょっと値段だけかも可愛くないですよ。はい、そう、もうね、下手したらナイキのセールのシューズ3足くらい買えますからね、マジで。はいはい、そうですね、そうですね。よいしょ。
あ、そうか、去年51番だったんですね。51番は2かな。いや、ゼッケンが51って。ここのやつは100人以内ってほとんどもう1回やってる。そうですね、結構。長尾さんも順位と変わらなくないですか、去年の。え、順位と番号変わらなくない。はい、多分ほとんど変わってないと思います。はい。あれ多分順位通りかな。はい。なんかトップ10に入った人も抜けた分はなんかその永久欠番じゃないけど多分欠番になってたんで、はい、なるほどね。はい、だから1から100までは去年の順位で今年も出てる人に全部割り当てられてると思います。そういうことか。はい、おそらくおそらく。はい、ふう、これは順当ですね。はい、いやいや楽しんでますよ。ヒデキさん、ポッドキャスト聞いてます。このやりとり使われないですかね、グレートですとかで。よいしょ。おー、よいしょ。この感じだとトップはもう20分ぐらい前だ気がしますね、多分。もうしばらく見納めかも。あのこの先もまだ見えますよね。そうだね。そうっすね。富士山、右には富士山、左には富士山。いや、いいっすね。今の時間帯やっぱ走りやすいっすね、特に。うん、気持ちいい。ああ、懐かしいな。去年この辺で田中さんに確か追いつかれて追い抜かれた気がする。今距離が20キロで1時間53分、平均ペースが5分37、平均心拍145です。よいしょ。今スタートからちょうど2時間ぐらいですね。距離 21.3 キロで累積407m、平均ペース5分40、平均心拍145、あと2キロ12分で行って2時間13分ぐらい、ほぼ定刻ですね。よいしょ。多分これで今の時点だと22時間半から3時間ぐらいのペースですね。サブ24秒ではちょっと早いかな。よいしょ。エンドまであと 1.5 キロぐらいですね。水を2リッターちょい持ったの全部飲み切ったんで、また全部入れ直そうと思います。よいしょ。どこで、ここら辺で。はい、よし、ありがとうございます。いやー、すごいですね。まあこの後しばらく富士山とはお別れなんで。明け方まで。はい。もう絵もなくなるから今のうちに撮っとかね。確かに。よし、2時間12分25。なるほど、店長。よし。
水をね、とにかくいっぱいです。ナイスランでーす。いやいや、もう僕はもう元気だけど、ナイスランでーす。よいしょ。頑張ってください。バナナもあるので頑張ってください。バナナか。はい、バナナ1人2本になってますので。本数制限がありますね。はい、よいしょ。頑張ってください。お水になります。頑張ってください。お水になります。いやーマジで飲んだ飲んだ。ナイスランです、皆さん。ナイスランでーす。エナジードリンクになります。よいしょ。はい。バナナもあるんで、はい、お水です。エナジードリンクは隣になってます。はい、お水です。ちゃんと持っていってくださいね。はい、バナナもありますんで持って行ってください。長いからたっぷり水を。市街地入って山入るんで。バナナ持っていってくださいね。はい、どうも。あ、もう一回。どうぞ。はい、コーラ、はい。はい、いただきます。やった。うわ。おう、うん、おー吉村さん、いいとこに。ナイスランです。お疲れ様です。お疲れ様です。最後にどうぞ。あー、うまい。バナナありがとうございます。はい、ありがとうございます。トイレ行こうか。トイレ行ってきます。よし、江戸滞在2分半ぐらいですね。2時間15分。よいしょ。それはよろしい。ありがとうございます。伝えてきました。調子はどうですか？なんか良さそうですね。いやー、どうだろう。ほぼでも、ほぼ帝国ぐらいですか？あ、そうそうそう。うん、なんか、自分も最初ちょっと、うん、トップ集団の絵を撮って、うん、そう、鳥高を騎士して、そうそう、それだけ行ってその後、ちょっとずつちょっとずつ押してきて、はい、大体予定通りになりましたけど、多分今、うん、ちょうどいいペースだと思う。まあ23時間くらいとか、うん、吉村さん一応22時間半とか3時間くらい聞いてる感じ。いや、23時間行けりゃいいんじゃないかな。ですよね。はい、っていうかだって例年だったらサブ24したらトップ10入っちゃうぐらいですもんね。あ、まあ今年は分かんないけど、ね、まあどうなるか分かんないですね、うん、これもっかりはもっとこれもっとこれがこんな、まああのあれですね、今のところその不調な要因がないだけです胃が痛いとか本当に分かんないですからね、国内はマジで。まあ、とりあえず元気に走れてはいるんで、それはいいかな。まあでも、萩さんとか慎吾さんも来るんだったら、慎吾さんは調子良さそう。いや、多分相当抑えてきたから、元気いっぱいでしょ。そう、二人ともね、なんか僕を警戒してって言ったね、はい、僕より前に行かないで、なんかしてる。まあ、じゃあ、自分も見えるあたりで、うろうろしてるんで、行っちゃってくださいね。まあ暑さもあるから多分どんなに良くても自分は24時間くらいな気がするな。あと前にはね、筑田さんと、あと西方くん。西方くんは2時間ちょいで江戸に入る予定だって言ってたの。結構早いですよ。早いね、うん、それは早いよ。そう、西方くん伸びたもんね、江戸に。あ、そうそう、伸びたんですよ。だからまあ結構いいペースで下ってったから、西方くんが潰れたとこあんま見たことないから、ないね、途中でキャッチできないかなって。おはようございます。確かにキャッチできねえだろうな。そう、去年はもうこの辺で結構必死だったから。麻婆豆腐の力で。いやだってここに来るまででずっと心拍数が150より下がんなかったんですよ。もうありがとうございます。頑張ってください。
歩。いややっぱ野宿さん登り早いな、この出力で最後まで行くんだ。潰れてる映画潰れた。え？まあその時はその時で。まあもう多分ここでこれ以上撮れることはないと思うので。これが最後になるかもしれない。お、もうバッテリー1本目が残り 17% です。体調崩してみたいな。頑張ふんばくん。ここ頑張ふんば。あざーす。あの方々が一番楽しいんです。いや、いいですね。ご主人走ってる。おお。よろしくお伝えください。ありがとうございます。なんか曇ってんな。気のせいか。今エルドから 4.7km、 平均ペース5分半くらいですね。 4.7km ですよ。はい、早い。ありがとうございます。平均心拍数144、ちょっと高いな。若干やっぱ脱水気味なんですよね。あ、意識して取らないと、まあ、そうなんですよ。はい、行ってきます。田中さん的にはどういう感想ですかね。うちらが一緒に走ってるのに。いやちょっとね、多分ね、楽しみですよね。間違えてすんじゃないか。いや、まあこの先の上りで見えなくなるからな、どうせ今のうち。そんなレベルじゃないっすよ。まあ、とりあえず山中湖にいるまでは全てを温存して走りたい。はい。はい、ありがとうございます。行ってまいります。はい、ありがとうございます。よいしょ。あ、少なくとも今の時点でこの間よりは調子いいわ。はい。元まであとまだ2時間半ぐらいですもん、多分ね。2時間ちょいか、2時間20分ぐらいか。そうですね。よいしょ。うん。この区間が長い。岩さん。はい、富士宮から7キロぐらいですね。軽やかに。いや、なんか痩せましたね、岩さん。そうですよね、なんか体つきが全然。いや、すごいな、切れ味が。頑張ってください。えい、どうしちゃったかな。どうですか。いや、来てます。取れ高取れるの早すぎだよ。取れ高。いやいや、明るいうちに取っとかないとね。7時からは元気だったんですよ、うん、ちょっともう25キロ過ぎからちょっと内臓がもう良くなって。寝るを10分かけて飲むみたいな。あ、暑かったから結構、ね、暑かったよね。 2.5 飲みましたもん、うん、あの富士宮まで。序盤がやっぱ暗い気象だったんでちょっと揺られたかもしれないですね。確かに。いや、想定外。まあ
復活を信じてます。まあまあ。平野で待っててくださいよ。え？待っとくよ。100マイル途中で復活するから大丈夫だよ。今日はやめない。お。今10時間かかっても行きます。オッケー。歩いても完走できるから大丈夫。いい。まあ頑張って。そうですね。あ、南さんですよね。お久しぶりです。テイクビアの。テイクビアの。クレイジーなマーキング撤去作業の話を聞いて大丈夫でしたかっていうのもやぼですけどすごい時間から行ってましたもんね。そう、全然間に合わなかったな、バーベキューとか。あーそうだ、やっぱ時間かかるね。そうでしたね。あの、ここに吉村さんがいるからまだ行けんじゃねえかと思ってたんですよ。え？あー、ここ走ってるよ吉村ステップがね、効いてますからね。よいしょ。なんで南さんここにいらっしゃるんですか。おかしいな、なんかちょっと幻覚かなと思ってこの間なんか250キロ走ってなかったなすごいっすね。なんでこんなことができるんですかっていやつい2週間前ぐらいでしたよね。10日前。すげえ。そうか、日曜日上がったらそうですよね。2週間もないですね。11日の日に夕方に終わったから、はい、そうか。21日ね。そうですね。まあ、あれは残ってるけどしょうがないね。そうですよね。残ってない方が怖いです。頑張りましょう。はい、あのナイキのセール3足分ぐらい壊さないように気をつけます。ありがとうございます。よいしょ。富士の宮から1時間27分ぐらい、9.5 キロで累積900、平均心拍153。よいしょ。今天津のちょっと終わって、まあなだらかな下りですけど、ちょっとやっぱ脱水で下りの足もなんとなく重さを感じますね。うん、まあというかあれだね、最初の富士宮までの区間で削られたっていうのがあるのかな。やっぱしばらくちょっと休憩したいとこですね。麓までまだ多分1時間半ぐらいかな。そう、半分ぐらいしかまだ来てないから違うな、あと2時間はいや先は長いよ。おはようございます。はい、お疲れ様です。走ってないですね。そっか。パンダリコーダー機の方、コウミ以来だ。いつもありがとうございます。コウミでお世話になりました。よいしょ。おー、八巻さん、どうも。あ、久しぶりです。あ、すいません。ありがとうございます。おはようございます。行ってきます。元気出ますね。分岐までエイドから1時間40分ちょいですね。はい、
寒くなってきた、ちょっと。まあでも、やっと体が冷えてきた感じがして、うん、このまま行こう。とりあえず、鼻向きはして、お腹はガードしてるんで、このままね、他のところ、クーリングダウンしながら進もうと思います。よいしょ。もう暗いから顔映んないっすけど。まあね。じゃあこれで。逆光しね。はい、気配だけで。はい、今ちょうど4時間、スタートから4時間くらいですかね。そうだね。36キロ地点ぐらいです。早い。吉村さんたち行ったでしょ。行った。そう。あのままゴールまで行くから、あの人たち。まあ頑張りましょう。はい、あれ丹羽さん、あれ涼しくなってやっとちょっと元気になってきた。よいしょよいしょ。今富士宮から2時間ぐらいですね。距離は13キロで、累積が、まあ、ラップ上昇が1170、平均心拍数が高い155、やばいな。ラップのペースはキロ9分17秒ぐらいです。散歩ですね。よいしょ。まあここで頑張ってもしょうがないんで、怪我しないように降りたいと思います。よいしょ。この先行ったことないから、下りもね、レースでしか通んないコースなんで、どんなもんだか。よいしょ。マイペースに行こう。おしゃれな方ですね。お疲れ様です。よいしょ。今、富士宮から 15.6 キロで2時間36分、累積がラップ上昇が1530ですね。もうそろそろこの区間の上りは終わりかな。よいしょ。この区間キロ10分ぐらい、平均心拍155、高い。まあでも最後にまだ下りがあるから、そこで多少調整されるかな。よいしょ。よいしょ。この区間あとまだ1時間くらいですね。ちょっと心拍下がってきた。やっぱ体が暑さに慣れてないときついわ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お疲れ様でーす。熊森。ここから下りですね。はい。ありがとうございます。よいしょ。ここまで2時間38分でした。気をつけていこう。なかなか急で嫌な感じの下りですね。熊森山からの下りですけど、ちょっと今片手にフラスコ持ってるんだけど、これはちょっと危ないね。いや、よいしょ。安全に行こう。ちょっとあれだな、補給が足りてない気がするな。まあでも、そんなにお腹空いてどうしようもないっていう感じでもないから、まあこのままとりあえずエッチで落ちちゃうか。やばい、ロストしそう。合ってるのかな。まあ一応踏み当たるから
大丈夫でしょう。ね、マッタが横たわってると、え、合ってんのって思い、ちょっと心配になっちゃいますよね。あった。なんとなく岩垂れさんとかそろそろまた会いそうな気がすんな。どうでしょう、いいペースで行ってるよね。まだスタートして5時間ぐらいってことは、フォーミーで行ったらまだ1周終わったぐらいか。やばいな、ちょっとその割にはだいぶ疲れてる気がする。今日はちょっともしかしたら潰れるかも。最後ミスったかな。まあいいや。そう思えていればこっからね、なんとか調整できるから。おお、アテンションマーク、なんでしょう、危ないでしょうね。ガイボプロも止めるか。いや、ここは確かにこの規模感で雨が降ってたりとかズルズルしてたらちょっと通したくないですね、主催者側だったら。なんか多分昔よりなんて言うんだろう、道も荒れてんじゃないかな、ね、何回もね、なんか雨の中とかこう通してるから。そうね、今日はね、比較的乾いてて全然走りやすいですね。下ってても心拍数149とか50とかあるよ。もうちょっとゆっくり行くか。なんだろうな、でもかなり楽に降りてんだけど、まあとりあえず上りよりもやっぱ下りの方がこのベクティブプロは調子がいいですね。クッションがふかふかだし、まあ他のグリップよりチャレンジャーとかよりは止まるかな。まあメガグリップと比べたらどうか、ちょっと濡れたとことかで、比べないとわかんないですけど、なんでそんな今日は止めないといけないような場所もなさそうだし、なんか雰囲気的に今夜はずっとなんか天気良さそうな気配がしますね。それにしても行く先々で皆さんに動画 YouTube 見てますって声かけていただいて、いやめっちゃ元気出るわ。その言葉だけでなんか一人当たり 1,2 分ぐらい早く走れそうな気がする。ピッて早く走って作れたりして。まあまあ手元ここの区間さえ終わっちゃえばちょっとね、しばらく本当休憩します。心安らかに走ろうと思います。なんかちょっと降りてきた感がありますね。このまま行って、ちょっとしばらく行って下降りてから走ったら麓かな。よいしょ。前を走ってる人たちは早いな、本当に。まあちょっとね、今回もやっぱりなんだろう、ただの脱水だけじゃなくてなんか体の中で炎症が起きてるのか何なのか、やっぱりちょっとね体感より心拍数が高い感じがするんですよね。何なんだろうな、よいしょ。あ、お疲れ様です。こっちか、よいしょ。はーい、お、やった、降りてきた。はい、ここまで。はい、ありがとうございます。はい、あ、ここからここまで富士宮から2時間52分ですね。よし、あ、ゆっくり行こう。
ラップ心拍が154だからかなりやばい、うん、全体の平均心拍も151まで上がっちゃってますね。まあどうだろう、ギリギリ許容範囲な気もしますけど、とりあえずねやっぱ脱水ですね。まだていうかもう水がほとんどない。また2リッター近く、2リッター近くていうか2リッター以上か飲んじゃいました。いや本当に、いやちょっとやっぱこのレースも我ながら向いてないって言っちゃったんだけど、きついよ。なんかなんだろうな、パフォーマンスを競ってるっていうよりも自分自身の脱水との戦いな感じでやりたいのはなんかこれじゃないんだよな感がすごいある。まあいや、だだだ言ってもしょうがないんで、とりあえず走ります。今スタートから43キロ地点ですね。水が伝って流れてたんでちょっと汲んじゃいました。ちょっとどんな水だかは分かんないですけど、もう脱水だからそうもいかない、ね、いやーこれで後で腹壊したらちょっと嫌だけどしょうがないですね。背に腹は耐えられないって感じです。ちょっとね、梅干し順でも舐めながらちょっとちょびちょび水飲もうと思います。あとは江戸まで多分10キロぐらいですね。よいしょ、え7番って見えたんでそうかなと思って。脱水ですか。うわぁ、結構やっぱ脱水がやばいですね、今日再び全然水が足んないです。さっきのとこ食いました。食いましたよね。自然水を、自然の恵みを。まあちょっと腹壊すかもしれないけど、もうしゃあないと思ってまあでもいいペースで降りてきてるじゃないですか。まだでも多分24時間ペースぐらいだとは思いますよ、おそらく。いい、はい。自分もやっぱもう水が足りてないせいで足がまた重いです。本当3週間前の再来みたいになってます、まあ、とりあえず行けるところまで粘ろうかな。麓江戸まであともう2キロちょいみたいですね。思ったよりだいぶ近かった。ただなんか悠々に走ってるのにやっぱ心拍数が高いんだな。脱水、汗はちゃんと出てるから脱水じゃなさそうな気がするんですけど、何なんだろうな。新城の時もね、この間の思想合宿の時もそんな感じだったんで嫌な感じですけど、まあちょっとね体の声に素直になってもう一段階落としてあげた方がいいのかな、うん、歩くみたいなペースになっちゃった。よいしょ、こっちか。元はあれかな、パッと入ってサクッと出たいな。さあ、元エイドかな。なんか相変わらず出力は当たんないですけど心拍数だけは高い。155とかバカか。おー、いい、はい、ありがとうございます。5区間3時間48分よし、はい、
疲れです。ありがとうございます。はい。うん、なんですけど、なんか脱水なのか何なのか暑いのと心拍数がいつもよりやっぱまた15ぐらい高いっていう、はい、謎の現象がここに何そんな汗かいてる感じがしないし、なんか体がおかしいんですよね最近ずっとなんですけどはい、補給を入れて、あとゴミはい、ゴミを回収したいと思います。なんか、まあ、とりあえず動けるんですけど体がおかしいまあ、なんかそれぐらいの方がかえって後半上がるんじゃないですか。そうっすね、絶対そうっすよ。そうだといいんですけど、えいや、なんか体がバグってきたんで、もう多分、こっから先は暑すぎて、熱中症、そんな暑いですか。完全にリアル不足でやられてる。あれ、ハジさんは後ろはもう全然、あ、そうですか、上げてこない、まで行ってこない。そんな感じしますよ、そんな感じしますよ。こっちに入れたんだよ、こっちに。あ、はいはい、水で、あれだ、お茶箱出してからこれ入れ替えたいです。無理だと思う、これ、まあ、後半に何これ。いやでもこれだいぶ1個でいった。10分ずつぐらい全部遅くなります。自分もちょっと予定よりは早いかもしれないですけど、この先はなんかもうオンタイム1回ぐらい、ちょっとビハインドぐらい。ただやっぱペースが上がんないっすね、うん、暑いから体がバグっちゃってあまりじゃあ10たまにたまにヘリ入れて、うん、また大丈夫かって。あ、田中さんこっちにもゴミがありました。こっちプリは？プリは？あと、おいしそう、おいしそう。あ、1個もらっていいですか？じゃあ、おいしそう。あ、じゃない。あ、もうこれはあれだから、これ飲んだらまだいいね。コーラ、ジンジャー。自分で触ってて使用電池に使います。萩原くんも、萩原くんも後ろにいる感じ。はい、後ろで結構後ろ、多分10分ぐらいですけど、足の疲れはないですか、ね、いや、だいぶ疲れてます、うん、相当疲れてる。脱水の重さです。釣りそうな感じ、関節よりの筋肉、うん、じゃあ、こういう塩のやつ飲んでみたい。うん、よいしょ。よし、着替えは大丈夫です。あと水を足さないといけない、ここに。全然足りないです。もう多分6リッターぐらい飲んでます、ここまで。ピースで水切れで死んでる人もこれどこに、あそこで、ここにここまで水がなくなる。もう我慢すれば前が続けてくる。次がね、でも次が10キロ。あ、そっか、うん、次が10キロ。一応一応ください。もうちょっと脱水がやばすぎて。ほら、あの、リグって飲んできて。あ、もらえます。これもらえます。これ蓋持ってく、蓋持ってく。普通に食べる。いや、自分は大丈夫。これうまいね、やっぱ自分これ食べながらもう出ちゃいます、はい、いいかな、すぐ多分美味しくんで。忘れ物ない。水、梅干し入れた、ようかん入れた。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます、また。じゃあ、慎吾さん、また後で。はい、すいません。あ、違う、はい、いってらっしゃい。はい、フェイド滞在5分ぐらい。あ、先行くよ。今遅かったら6分。いやいや、大丈夫です。ちょっと足復活したかな。
そうしましょう。早いですね。あ、今麓を出てから5キロ弱ぐらいですね。33分、今のペースはこの区間キロ7分ぐらい。ラップ心拍数が平均して145。慎吾さんがいます。覚えてない。いや覚えてないよ。長尾は体がバグってて、慎吾さんは、まあ、脱水でやっぱ足が同じくやられてるって感じですね。全然追いつけない。いや、去年はでも慎吾さんとほとんど一緒に走れなかったからこれは嬉しい。今日のあのなんだ、ある意味一番の目標は慎吾さんと一緒にお別れランニングをするっていう。ありがとう。これは多分富士急の別れだ。え、いや、あ、まあでもあんま無理しない方がいいかもしれないですね。うん、いやでも本当に、はい、さっきもさ、はいあの熊森のとこで転んで、ああ指折りかけた。マジっすか。あやうつ木の間に指が引っかかって抜けなくて。危な、危ねえ。あのペダリアでもやっぱ確かに雨だと通したくないっすね、主催者だったら、ね、かなり。しかし何もなってなくてあんだけ滑るんだからさ。そう、木の根っこがすごかった。そうなんですよね、なんか見えない根っこがあって、あいつらが足を取ってくるから、うん、かなり危なかった。ここか、ゆっくり行きます、うん、よいしょ。あの通り空いてるか分かんない。そうですね、まあ空いてなかったらもう諦めて、うん、どこかで。いや、小事故まで、まあまあまあ、そうですね、40分ぐらいでしたっけ、そのままでしたっけ。あ、小事故というか元スコですよね。確かに元スコまでそんなにないか。よし、元スコでトイレに行くことをモチベーションに頑張ろう。登り入ると前すぐ心拍が上がっちゃう。よいしょ。まあこの、そうですね、やっぱ体が慣れてないんですよね。すごい暑かったですもん。いや大丈夫です。自分も今心拍数154とかまで上がっちゃったんで、もうね153より上げたくないんですよ本当は。はい。まあもうどちらにしても体がおかしいって。カフェイン取ろうかな、そろそろ取ろう。よいしょ。走った峠の手前の、あの、折口の手前のね、分岐のところのトイレによって、ちょっとスッキリしました。はい、今、元すこから50分ちょっと、元じゃない、ふもとだ。ふもとから50分ちょい来てるんで、まあ多分あと、40、50分、そんなかんないかな、くらいで、まあ次の元すこエリアですね。まあただここの、登りがね、結構、パンチがあるんで、まあちょっとこの感じだと30分近く多分上りでかかるかな。そんなに悪いペースじゃないと思うんだよな。だいぶ涼しくなってきました。まあ、でもあれですね、前を行ってる人たちも、まあ条件は同じっていうかね、同じように暑い時間超えて涼しくなってきてね、回復してきてるとは思うんで、なかなか簡単には詰めさせてくれないだろうな。まあでもまだね、60キロくらいかな。で、これからまだね、100キロちょいあるんで、うん、まだまだこれからですよ。まあとりあえずやっぱ富士急に元気でたどり着いて、元気にたどり着ければ、キララから先もなんか行ける気がする。富士急の時点でちょっと満身創痍になってるようなことがあったら、ちょっと考えようと思います。もうね、辛いだけの10時間、12時間とかは、なかなかね、走るの嫌いになっちゃいそうなんで。よいしょ。慎吾さん見えた。
まあ、ちょっとでもなんかね楽しめそうな要素があれば最後まで頑張ります。さあ走った峠までの急登区間に入りました。麓から 7.5 キロ、ちょうど1時間ぐらいですね。この登りがあと140アップか。そんなに大したことないな。本当か。よいしょ。まあでもだいぶ気温下がってきて、心拍数の割には楽に感じられるようになってきた。よいしょ。前にいるのは G100 勢は吉村さん、川内さん、西方くんですね。いや、みんな仕上がってそうだったからな、合宿の時も。誰か一人ぐらい捕まえられたらいいけど。よいしょ。よいしょ。着いたかな。さあ、エイドから1時間12分。へい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。おお、涼しい。ありがとうございます。ちょっと下りの足がちょっと来てんな。一番脱水の時にあの長いロードの下りを下されたからそれが効いてる感じが、まあね、ちょっとこことこの後のね区間も若干疲れてる下りがあるんで、ちょっとね慎重に行こうと思います。慎吾さん下りだったら追いつくんじゃないかな多分。まあのんびり行きます。すごいな。うん、こっちだってるよね。待ってね。なんとなく、ああいう光のね、装飾を見ると、UTMB を思い出しますね。いいですよね。ちょっと気持ちが上がるから。よいしょ。はい。はい、ありがとうございます。慎吾さんでした。まあ、下りは走るみたいですね。オッケーオッケー。さて、まもなく元スコエルですね。手元で今60キロぐらい。時間は7時間37分ですね。累積標高は2620m。平均ペース7分38秒で、平均の心拍数148です。ちょっと下がりましたね。まあでも、まだまだ高い。自然にこれから下がってくるかな。下がってこないと100キロぐらいで終わる気がします。下げよう。よし、ついた、ついた。2個目のバッテリーが残り 50% ぐらいですね。よし、まあ、10時間に2本だから、このペースでいけば24時間ぐらいは多分取り切れますね。この道はあれですね、チャレンジ富士五湖の先週やってたチャレンジ富士五湖の戻す湖のねループを回る五湖コースの人だけがね向こうから来てこっちにね走ってくる道ですね。その昔何年前だ、7、8年前、10年ぐらい前に2、3回走って結構ね12、3時間ぐらいかけて走ってましたけど、いやきついコースだよ。今走ったらどれくらいで走るんだろう。9時間台ぐらいで行けるかな。まあ、ロードだけのね、ウルトラはちょっとあんまりまだ、今やる気出ないですけど。よし。着いた着いた。さて、この区間1時間31分ですね。はい。はい。トイレはいいかな。よいしょ。
おはようございます。この区間の22時間ぐらいのタイムチャートだと1時間20分の予定なんで、まあちょっとやっぱオーバーしてますね。10分ぐらい、全体的に10分オーバーでいくと24時間台とかかな。よいしょ。はい、おはようございます。はい、はい、お疲れ様です。こちらの水道ご利用ください。こんなところで吉村さんと元気そうでした。吉村さんもう30分前かな、多分。どのぐらい前かな、うん、いや順調だな。吉村さんの前に柴田君と荒木さんがいてあと岩谷さんがちょっとさっきついさっきいて、ああでしょうね。なんとなく岩谷さんにはそろそろ会いそうな気がしてました。慎吾さんがもうすぐ来ますよ。あ、はい、じゃあ頑張ってください。はい、お仕事頑張ってください。はい、あ、おまんじゅうじゃあ1個いただきます。もうすぐ食べる岩谷さん。え、もうすぐそこですか。あらら、大丈夫かな。潰れてないといいけど。岩谷暴走トレインが。よいしょ、あれ、いいとこだ。ごめん、はい、あ、はい、あ、大丈夫です。ありがとうございます。よし、こっちですね。はい、ありがとうございます。行きます。滞在2分くらいですね。おまんじゅうゲット。よし、お疲れ様です。さて、岩谷さんが近くにいるみたいなんで。はい、行ってきます。ありがとうございます。はい。よいしょ。はあ、元気出た。お、元栖湖から精進湖は 11.5 キロで、だいたい1時間4、50分ぐらいの予想ですね。まあ50分ちょいぐらいで行ければいいかな。2時間かかんないぐらい。うん、マイペースに行こう。さあ、元栖湖を出て30分経ちましたけど、まあ、4、5人、パスさせていただいて、こちらですね、横内さんにもお会いしました。結構久しぶりでしたね。ただ、岩谷さんにはまだ追いつかないですね。結構いい感じで走ってるのかな。よかった。潰れてるわけじゃなくて。会えたらね、嬉しいんですけど、潰れてたら長いこと一緒に走れないから。よいしょ。ザラザラしてんな。若干さっきよりは下り足がちょっと回復した感じがしますね。おっとっとっと。まあなんかよっぽど慣れてるところじゃなければ、うん、足場がちゃんとしてれば、変な力が入ったりしないから、なんとか大丈夫かな。ちょっとね、靴の前に足が詰まってる感じがするして、左右ともなんか薬指あたりがちょっと靴に当たってるっぽいんで、小事故で、ちょっと一回締め直そうかな。うん。よいしょ。小事故まであと1時間20分ぐらいですかね。まあこうやってね、エイトまで一個一個カウントしていけば、そんなね、100マイルも大した距離じゃないと。まあとりあえず早く明るくなってほしいですけど、まあまだだいぶ先ですね。河口湖降りて富士急に着いてその先ぐらいかな。取り損ねた。今、元栖湖から3キロくらいのところですね。向井さんですね。レクビア100、女子優勝、まあ、その他、すごい
成績ですけど、最初のね、あの富士宮までの下りの林道でパーッと行っちゃいましたけど、今一旦追いつきました。まあ涼しい時間帯は結構アドバンテージがありそうだな、我ながら。また日が出てきてからね、どうなるか。なんとか涼しいうちにいっぱい進んどこう。よいしょ。落とすこからまだ3キロしか来てないわ。マジ。38分で 3.2 キロ。累積400アップですね。よいしょ。この区間の心拍数は平均149。ちょっと高い。もうちょっと落とそう。ずっと落とそう言ってる。大丈夫かな。あ、はいはい。ありがとうございます。思想の時よく間違えますね、そこ。そうそう。2年前のね、じゃあ去年か。去年のチーム100の合宿で間違えたとこですね。っていう話を去年、MF 本番でも田中さんのトレインでした気がします。なんかね、あっち行っちゃうんですよね。下ってるからか。登りたくないっていう気持ちが無意識に働いちゃうんでしょうね。いやー、めっちゃ涼しい。登りでちょっと吹かしても、心拍が140ちょいまでしか上がんなくなりましたね。いやー、やっぱ、ほんとやっぱ暑さに体が慣れてないせいですね、全部。全部暑さのせいだ。そういうことにしよう。いやー、すごい涼しい。あれですね、富士山連で下りで砂橋で走って帰ってくる時の冷房を浴びてるようだっていうね、あれに近い。いやー、最高。走ってんのにどんどんね、筋肉が癒されてアイシングしてもらってる感じです。回復しながら進んでるんで、いくらでも走れますと。水と羊羹さえあればね。あと塩か梅干しか。やっぱね、こうじゃなきゃね。暑い中苦しんで走るの、なんかトレイルランではあるけど苦行ですよね、やっぱね。いや、気持ちいい。あと1時間ちょいですね、ヘイドまで。よしよし、もうちょいで半分だ。めちゃくちゃテンション高いな。今、元栖湖から 5.88 キロ、1時間6分ぐらいですね。この区間でもう700ぐらい登ってますと。この区間は1キロ11分台ぐらいですね。テンション高い。めっちゃ元気出る。なんだこれ。あ、長尾くん。あ、小山です。あ、リュウジーさん。なんか持ってる人いる。これ誘導灯の俺の。ありがとうございます。ナイス。岩谷君行って今。あ、そうですよね。頑張って。はい、ありがとうございます。行きます。行きます。はい。はい。あざす。すげえ。リュウジーさんでした。いや、マジ。すげえな。めちゃくちゃテンション高いから。何事かと思ったら。いやー、足が急に軽くなりました。すごいパワーだ。いやー、マジありがとうございます。いやー、あれは本当勇気づけられるね。いやー、最高です。なんかまだ走り出して5キロぐらいな感じになりました。よし、頑張ろう。もうちょいでパノラマ台ですね。で、岩田屋さんが行ったみたいなんで追います。へい、へい、
ありがとうございます。あ、もうここ来た。はい、ありがとうございます。よいしょ。ね、昼間来るとね、富士山が絶景なんですけどね、夜は何も見えん。そっか、もうとっくにじゃあ、あの小事故のあれだ、五千冊の富士山と湖が見えるとこはとっくに通り過ぎたんですね。気づかんかった。とっくにっていうかさっきか。よし、あ、次小事故あたりでまたゴーグルのバッテリー交換だな。あと20-30% ぐらいです。長尾のボディバッテリーは、まあ、体感的にはさっきのモトスの時点で10ぐらいしか残ってませんでしたけど、今はね、なんだろう、多分6、70ぐらいまで一旦回復してる感じがします。いや、涼しいっていうのは本当あれですね、神ですね。よし、ぼちぼち行きます。お、タクシーが来てますね。もうちょいかな。お、まあ、まだでも距離的には8キロ9キロだけど、そろそろかな、分岐かな。はい、ありがとうございます。はい、8.2キロ、時間は1時間26分ですね。まああとまだ 20、30分はあるかな。よいしょ。多分後ろさっき抜いたの大瀬選手だったのかな。ちょっとなんか名前よく見えなかったんですけど、黒ゼッケンだったんでエリートな人だったと思うんですけど、意外と離れずに近く走ってるっぽいですね。さすが。だからといって飛ばさないようにしないと。ちょっといいですか、もう撮ってますけど。まさか大瀬選手と会えるなんてコース上で。いや、本当にもう多分不本意だと思うんですけど、自分としては超ラッキーです。いや、助けられましたよ。リズムを出してくれたから。あ、でもそうですね、なかなかやっぱり離れないって言い方もあれですけど、うまく利用してくれてるなと思ってました。申し訳ないです、変なプレッシャー。いやさすがやっぱ強い選手は違うなと思って。なんとか復活したって感じですね。まあでもここからっけよね。そうっすね、でもだいぶ涼しくなってきたんで、明け方ぐらいまでにもうちょっと元気を取り戻していきたいですね。お、気温がなかなかないただきたからね。あ、そうなんですか、うん、ちょっと暑さにはあんまり強くないんで、うん、はい、そうですね、もうぐんぐん回復しますもん。あの、去年の新越は優勝おめでとうございます。あ、どうもどうも。あの、自分はあの、萩原さん、萩さんのね、萩さん、はい、ペーサーやってて、ちょっと11位で惜しかったんですけど、そう、萩さんだからしょうがないよ。そう、誰か落ちてくれば自分だったんですけど。あ、なんだろうね。いや、萩さん全然ないですね。いやいや、走ってますよ。え、本当に走ってます。長さん後ろですね、はい、後ろ意外、はい、慎吾さんが、慎吾さんさっき一緒に走ってたんですけど、その時点でちょっとだいぶ後ろにいるって言ってたんで。あ、本当に、はい、まさかこんなとこで噂されてるとは思わないと思うんですけど。そうだな。奴だけには負けたくねえから。同じ年。いや、まあでもだいぶ抑えてると見ると山中湖あたりから元気だったら来るかもしれないです。確かに怖えな。そのためはこっから。あとで、あの、一緒にサポーターお願いしてる人たちがいるんで、あの、大瀬さんが前にいるって萩さんに伝えてくださいって言っときます。火がつくかもしれない。火をつけてそこで空振りしてほしいから。いけるやつだ。いやいや、僕どうか。ここまで来ちゃえばもうあれですね、通りに出て、ちょっと行ったら江戸ですね。大瀬さんと相変わらずランディングしてます。
一人で走るよね。そうですね。去年は自分、田中さんと、あの、萩さんと3人でずっと走ってたんで。トレインしてみたの？そうなんですよ。まあ、やっぱトレインの方が。そう。うん。こう、ないから、無理に引き離そうとしない人がいい。そうですね。確かに。自分は絶対それやんないです。潰れるだけなんで。あの全然行っちゃってくださいね。多分ね、本当これだけでね、の時間かな、2分3分。休みたくなっちゃう、そうね。ピリッとささっと入って、しれっと出るぐらいが。そうですね。さあもうすぐエンドです。いやマジ贅沢な時間だなこれ。今日一番贅沢な時間です。よいしょ。キリアンザック王将大瀬さんをお祈りして、いや明るい時間に撮りたかったな。まあ一応照らされてはいるんで映ってるかな、どうかな。はい、よいしょ。さあ1時間45分ですね、麓から。あ、元栖湖からか、もうちょいかな。